フランス・オニアンゲは、フランス・パリ出身のプロサッカー選手。今後共和国代表。SM ・カーン所属。ポジションは、ミッドフィールダー。2005年、SM ・カーンの下部組織からスタッドレンヌの下部組織に移籍。2008年にトップ昇格。2009年7月31日、リーグドゥのアンジェ・ー c o に1年間レンタル移籍することが発表された。 2010年8月6日、レンルを退団し、トゥール FC と3年契約を結んだ。2013年6月4日、リーグアンのスタッドランスと3年契約を結んだ。2014年12月、クラブとの契約を2019年まで延長。2016年8月15日、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC に移籍、4年契約を結んだ。 8月20日のバーミンガムシティ FC 戦で移籍後初出場。9月10日のバートン・アルビオン FC 戦で初ゴール。しかしポール・ランバート監督の下で序列が低下。2017年1月16日にリーグアンの SC バスティアにシーズン終了までの契約でレンタル移籍することが発表された。2018年1月からはアンジェ・ SCO にレンタル移籍した。 2018年7月12日、SM カーンに移籍した。2008年10月11日の 2010FIFA ワールドカップアフリカ予選、スーダン戦で今後共和国代表デビュー。2015年1月21日、アフリカネーションズカップ2015グループステージのガボン戦でゴールを挙げ、同大会における1974年以来の勝利に貢献した。 ありがとうございます。